K1 第29節名古屋対新潟、名古屋が3連快勝で新潟にアウェイ戦のリベンジ達成。新潟は7試合ぶりの黒星必須。名古屋は新潟をホームに迎え、野上、長井、菊池の得点で3連の快勝を収め、9位に浮上。一方、新潟は7試合ぶりの敗戦となった。久しぶりに90分通して安心して見られた試合だった。こんな試合いつぶりやろ。干渉残留だいぶ楽になったな。とりあえず健太は野上に土下座しろよな。結局名古屋のワントップはプレスしっかりかけられる DFW がいいってことだな。つか、長井のワントップはスペイン相手にも勝てるわ。今日の勝ちでさすがに降格は気にしなくてよさそうかな。よかった。とりあえず次節も同じスタメンでお願い。気づけば一桁順位。どの相手でも今日みたいなハイプレスしてほしい。マテウスがいて調子良かった時のグランパスみたいだった。稲垣酷使しすぎだけど大丈夫か。野上はほんとよくやったわ。なんかマリノスの試合みたいなハイプレスだったな。選手一丸となって後ろから組み立てる隙を一切与えなかった。戦術が全くチームに合っていないことを露呈した感じで、ジャハンでも一定の仕事をしていた。今日の MOM は野上。時点で泉野上の意地の一発はめっちゃ興奮した。野上の活躍が何よりも嬉しいわ。ただ今日の MVP は泉だな。攻守ですげえよかった。もうこれがルヴァンカップじゃなくてよかったね。と無理やり割り切るしかない。レベルひどすぎる。電話負傷するし、どうすんだよ今後。チャーハンでは草チャーハンでも食べながらポストしたのか。長倉鈴木の仕事を長い一人でこなしてんだもん。数的不利ですわ。今日の新潟はパスは通らない。セレバ負ける。セカンドボールは拾えない。動き出しは合わないといいところが全くなかったな。今季はアストと言っても過言ではないレベル。切り替えて次だ次。